ピーラーウッドとは、ヒルギカカシポーレア属の常緑鉱木の一種である。ピーラーウッドは、畜後分けすれば、柱木となるが、その名の通り道が柱のようにまっすぐ伸びる。またマングローブを構成する樹種で知られるヒルギカに属するものの、本種が見られる場所はもっぱら内陸高地の森林内である。アフリカに自生し、建築用の材が得られる。南スーダン、エチオピア。 エリトリア、ジブチ、ソマリア、ウガンダ、ケニア、タンザニア、コンゴ民主共和国南東部、ザンビア、ジンバブエ、マラウイ、モザンビーク、コンゴ共和国、カメルーン、南アフリカ共和国、スワジランドに分布する。ケニアでは、標高750の2550メートル地帯の乾燥傾向にあるマキカや、ヒノキ火、木星カオリーブ属の樹木の森、 あるいは比較的出順な森林の下層、また森林跡でも見られる。ケニア山では西側及び東側の標高2000メートル以上の地帯で、上緑産地から生林を構成し、ニエリ地方のキアンドンゴロフォーレストでは、東大グサカオバ族のマクランガキラモンドスキャリカと共に高木層を優先する森林群落が記録されている。高さ3から25メートルの上緑鉱木で、 幹は柱のようにまっすぐ円筒形、樹皮は平滑で銀色、荒いこともあり、皮目が水平に並ぶ。葉は単葉で耐性であるが、これはケニア産の比例木柿元に共通して見られる傾向のある特徴で、楕円型で、基部は設計、先端は繊鋭型か、二部形、肺は挙手があり、2.5から81から5センチメートル。 若いうちは裏側に難毛が、まばらに見られる。また、毛状無が目立つ。花は、脇性で、緑色がかり白色から黄色っぽく、1から5個が共に見られ、花弁は3.5から6ミリメートル、湯水が多く見られる。額は、花が枯れた後もそのまま残る。果実は乾燥すると黒変する。果てで卵型、長さ6.5から8ミリメートル。 難毛が見られるがやがてほとんど無毛となる。種子は仮種比を伴う。木材が得られる。材は白色で比重0.75紫色の島が見られ、固く弾力性があるが、中害を受けやすい。リーキーによれば、ケニアの菊友人は伝統的にこの材を建造物の柱に使っていた。ケニアでは、建材とするほか、焚き木にする B5 を作る。 根を煮沸して、茶や薬用とする、蜜源とするといった利用法が知られている。ケニア、南アフリカ共和国、A、レンティッセルズ。空気を通す機能を有する。樹皮の項も参照。ABCDE ハスラー、ABCDE 熱帯植物研究会、ABCDEFGHIJKLM、B インチ、バスマン、林。 ABCDEFGH マウンズテングナズ、AB クアトロキ、ベンソン、デンドローラージワークブック、1948、2019年6月9日、閲覧。クライダークライダー、英語、日本語。ありがとうございます。